波にやってまいりました。今度はですね、土屋さんの大好きな86特集でございます。いいんじゃないの。谷口も大好き、僕も大好き。みんな86持ってるだろ。僕も持ってないです。持ってない。86出身。ああ86出身、うん、ああ浮気者2人これは一筋。ああそうですね、一筋。さすがですね、さすがです。まあ任せとけ。はいはい、はいはい。なぜ今 AE86 かと言いますとですね、中古市場がどうも大変なことになってるという。そうなんです、86の中古市場が大変なことになっているんです。なんと398万円というプライスがついちゃってる車があるということで、この時日本で一番高い中古86を持ってきていただきました。こちらのピカピカの真っさらだね、トレノの、オーナーっていうか、まあ、86専門店の、チューブガレージの田口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本で一番高いと思われる86、ドノーマルでね、この状態はないですよね。ワンオーナー、3オーナーなんです。3オーナー、はい、でこんな綺麗な、はい、エンジンルーム見ようよ。エンジンルームガムを詰めてないか普通の86買ったらまずこういうのを取っ払ってエアクリーナーを変えたり、こういうの大体捨てちゃうもんね。でしょ。これインマニーとかもすごい綺麗。これインマニー塗ってんすか、これ、これウェットブラストしてますね、はい、はいはいはい、これ注目です。車をピッカピッカにできるウェットブラスト、ゴムや樹脂にも効果あるんだって。室内なんかめっちゃいいよ、これは綺麗だ。普通ここがさ割れるんだよ、日々は。そうですね、このね、はい、オーディオもね昔が物語ってますね。テープカセットで、トランクもほぼほぼ使ってない。ああ綺麗だな、めちゃくちゃ綺麗か。これはあの川口さんのところにこう、はい、入庫というか入ってきて、はいはい、手を加えたところっていうのは何があるんですか。ほとんどうちは触ってないかな。こういうゴムは、このゴムはまだ出ますね。出る、はい、出ます。こういうのマットとかって結構もうないですよね。ないですよね。ないね、出ないですね。カーペットって意外とないですよね。もうないですね。内装はね、これはさすごい、これは398万してもしょうがねえな。なんか86買ってきてこういうオリジナルの仕様に自分で作っていき始めたら、このデザインできないですよ。できないし、うん、パートがないですよ、うん、この金額で買っても大事に持ってれば価値は落ちないですもんね。そうですね、はい、確かに。だから車っていうのはさ、そういう2つの楽しみ方があるじゃん。もう走るんじゃなくてこう磨いて綺麗にして楽しんでる人と、俺らみたいにこうガンガン走る人と、いろんなこう楽しみ方があっていいんだよ。ちなみに今の土屋さん の、はい、あのスーパー豆あるじゃないですか、はいはい、今日持ってきてるので後で見ていただいて、はい、ぜひ査定をしてもらいたいんですよ、はいはいはい、ちょっと楽しみですね。その値段でお前に譲るそれいいパターン。そうだってほら、GT プラスで公表しちゃったからさ。あ、本当ですか。そう、何が何でも俺が売るときは谷口じゃなきゃいけないの。違う、やるっつったのに売ってやるとやるとはまた違うからね。田口さんに高く査定してもらってその値段でしょうがないから谷口に譲ろうかなで、走ってみました。4人乗りでこのペースは滑っちゃう滑っちゃう滑っちゃう。お願いしていないのに再度引いてます。この人聞く聞くOK 出てました。 OK 出た。 OK 出ました。 OK やばい。そう、あの やって OK って OK じゃないんですよ。終了ってこと。いいんじゃないの、なかなか。続いて走りの装備が満載の後期 GTV、修復歴ありでこんな値段っていうのも多いのでチェックです。少し安くなっても当時の新車よりも高い185万円。ね、これはもう走りやすいよっていう感じでさ、やっぱり86はね、走ってもらわなきゃいけませんから、お客さんに。よかったね、この車の前に一旦高い車が来たからさ。そう、すごくリーズナブルな雰囲気に。ちょっとやりやすいでしょ。やりやすいです、非常に。あ、そういうパターンか。タッカーって言われないもんね。やるパターンか、ね。エンジン何ついてんの。エンジンは吸二孔器です。でちゃんとあのカムとか入ってます、うん、いいね、いいね、いいね。これはいい音だ。やる気になる。中もね、いいすごい綺麗ですよ。あ、そう、いいじゃん。これはこれであるでしょう。乗ってみようよ、はい、そうですね、はい、面白そうだ、はい。
2000で走行チェック。まずはドリドリから。どうやらいい車はピットアウトした瞬間にその手応えがあるようです。全然いいよ。もう走り出しからテンションが上がる。これはいい車の証拠だ。タイムも抜群にいい。面白い。これは180万円。好きな人だったら出す価値が十分ある。古さを感じない。すごく乗りやすくてびっくりしました。ノブはどうか。86が180万円って高えななんて思ってましたけど、乗るとそんなことないです。抜群に決まってます。これまずエンジンもいいし、でギアのつながりもいいし、とっても気持ちいい。1速から5速までもうずっと気持ちよく加速して、カーブがねめちゃくちゃいい感じで曲がる。よく曲がるし、足しなやかだし、乗っててねめちゃくちゃ楽しいですね。これやばい。かなり気に入りました。よかったです。今日はありがとうございます。大事に乗ります。続いて修復歴はないけどちょいボロでオモステ GTV の前期、車庫帳にドールバーなど走りやパーツもちょっとついた仕様。続きまして、はい、86万円でヤフオクで売られてたのを、うん、ホットバージョン あのスタッフの方がヤフオクで買った86、うん、86だから86万円。もうですね、されてますね。一応小泉紹介に入れて、はい、いろいろ見てもらってらしくて、チェックしました。今日は小泉さんにいただきました。なるほど、よろしくお願いします。でこんなボロでも86万円もするの、結構リーズナブルだと思います。リーズナブル86万だからいい買い物ってこと。そう、安いんじゃないですか。外装はボロいんですけど意外と中がいいんですよ。中がいい。それ買ってみないと分かんないもんね。そうです、まあ、大事ですけどね。当たりを引いたんじゃないかなっていう。腐ってもタイで今ボロいじゃんこれね、すごい錆びてきてるし。え、もうしょうがないね。外装はまあ後でも補修できるんで。そう、ボディはねいくらでもできるからね。そう浮いてきてるよ。これ飛びますねそのうち。そうだよな。あでもそんな汚くないじゃん。そうなんですよ。意外とこれフレームとかが。関東自動車。そうなんですよ。5から始まるのが。他は何なの？ゼロから始まるんですよ。あゼロから始まる。ゼロから始まるの何なの？関東自動車じゃなくてトヨタ自動車。トヨタ自動車。あ、うん、あじゃあこれ偽物ってこと？いや。なんか偽物じゃない。トヨタ自動車と関東自動車で2つでラインで作ってるの、うん、え、これすごくいいじゃん。綺麗じゃない。いいと思います。中も綺麗です、ね、関東自動車さんとトヨタ自動車さんで人気がどっちがあるとか何かあるの。やっぱボディは、まあ、関東自動車の方がいいんですよね。やっぱこのシールとかが割れないんですよ、うん、関東自動車のやつは違うんだ、うん、違うんですよ。やっぱ乗った感じもちょっとシャッキリしてるかなあとは本当に気持ちですけどこれオリジナルの 4AG ですよね。そう、もともと92後期が乗ってたんですけど、うん、やっぱり86のエンジンっていうのも軽さがあってすごい上進で。あ、違うんだ。うん、あれ92のエンジンも重たいの。92のはクランクとかコンロットが重いんですよ。何キロぐらい違うんですか。結構重いです。コンロットだけでもどうだろう、 40g とか。 40g なんてうんこしたら終わりだよ意外とエンジンだから大事なんで。だけど今までに急に後期エンジンからノーマル 4AG に変えてくれって言った客なんかいる？あんまいらっしゃらないですね座ってみてこれ持ってたらね、このテニスラケットのグリップが意外といいね。これすごいしっくりくるね。ノブインプレッション。あーなんかでもいいね。元気ある元気ある。タイムは1分9秒582。86はやっぱりなんかこうね、ついつい攻めたくなる気質を持ってるね。めっちゃ楽しい十分この車で十分楽しい。いいんじゃないこのままで。86万円以上の楽しみあると思いますよ。しかしドリドリの評価は違っていた。86万円だからまあしょうがないか。なんかステアリングフィールがね、センター付近が全然ないんだよ。
足のバンプが強すぎるんだろうね、これ。これも金かかりそうだな、こっから。金額の差は走りにも見栄えにも現れたが、重要なのは自分がどんな仕様にしたいかだ。ってことで、お次はお手本となるいろんな仕様の86とドライバーが集合だ。第1回86で育った男たち選手権。はいはいはい、育ったよ。育ちましたよね、育ちましたね。そうでしょう、そうでしょう。僕もそうですけども、今日はですね、こんな男たちを呼んでおります。どうぞ。登場です。来ました。86で育った男たちに。濃いっすよね。なんかだから86で育ったからみんなおっさんだよ。そうですよね。まずはですね、フレッシュマン時代に86で戦った飯田明さんです。はい。よっ。ね、もう言わずと決めた。なんか思い出かなんかありますか。思い出ですか。はい、シェイクダウンで前走にしたことない。レースに出たら2代目からって。なるほど。悲しいね。悲しい。そして、全日本ジムカラーで現役で活躍されてます、はい、山梨俊二さんです。あ、素晴らしい。86現役。現役です。マッスルに参戦経験がある森田選手。うん、有名ですよ、はい。そして N2 でおなじみの、今年マッスルにも参戦予定の孝太郎選手、はい、ドリフトもできると頑張ります。はい、そして、豆号の主治医、うん、テックアウトの川田さん、ね、今日は爽やかだな。そしてあの日々のドリフト代表、俺は日々のさ、ちょっと足りないそれ足りない。だって86乗ってないじゃん。もういや乗ってますよ、実は。実は乗ってる、練習してる。なるほど。そして本日の勝負のルール、うん、何するんですか。たくさんあります。何やんの。まずはですね、3本勝負。3本勝負。ここではジムカーな勝負、うん、ジムカーとかできます。まあ、ジムカーのチャンピオンだよ。ジムカーのチャンピオン、はい、一番ここでは有利であろうと。有利であろうと、はい、そりゃそうだよ、はい、なるほど、うん、そして、あっち2000に移動しまして、うん、タイムアタック勝負、うん、はい、そして最後に5ラップバトルがあります。おで、その各種目のポイント制です。なので全種目でポイントを取った方が勝てるというところなんですが、いいんじゃないの。だっていろんな仕様の86なんだから、はいはい、ね。タイヤはタイヤはですね、自由です。自由、はい、それまたあれだね、だいぶ差が出る。何でもいいわけですね、まあ、一応スリックタイヤでもいいの。 S タイヤも OK なのに、うんうん、ラジアルで参戦する輩もいるみたいですと。舐めてるね。誰ですかそれ。ラジアル誰。ラジアル舐めてるね。舐めてます。ドリフト野郎舐めてるね。意外に頑張りますから。ありえない。大したことなかったらあいつのところからカットしてもらって、並び順で一番向こうだから切りやすいから。ああ、そうか、切り落としやすい。いなかったことにできる。さあ、それでは86同士で熱いバトルをお見せしたいと思います。どうぞ。S タイヤ履かなきゃダメだな。ダメだ。グリップ仕様にドリフト仕様、そしてイニシャル D 仕様も集結。第1回 A86 で育った男たち選手権。エントリーカーは9台。小泉商会からは 7AG の FCR キャブ仕様、インパルスからは BRZ 6速ミッション仕様、 KMS からはグループ A プラス仕様、そして全日本ジムカーナマシン、ドライバーはご覧の通りだ。エフェクトからはイニシャル D 仕様、小泉商会からはもう1台ドリフト仕様、テックアートからはパワーが違うドリフト仕様が2台。86は馬力と車重で速さが大きく変わるため、各社のスペックに注目。そしてその速さのターゲットになるのがこのマシン、ドリキンストリート号だ。勝負1はジムカーナ、アタックは2本、パイロンタッチは1秒プラスとした。今日の3本勝負を、優位に進めるためにここでここの場所で3位には行っておきたいんで、34秒台をとりあえず出します。頑張ります。そしてなんとなんで俺だけノーマルなのよ。車もノーマルで、まあ、でもね、すごくバランスがいいんでね、こういうのもありですね。ノーマルだよ。まるっきり
勝ち目がなくなった織田と思われたが、なんと3番手タイムをマークするというすごい結果に。その昔ジムカーナで腕を磨いたオリダー、サイドターンが激うま。 GTV の重捨てでこの順位は立派。あ、いや、さすがです。そしてノブはせっかくの6速ミッションのギア比がこのステージには合わず5番手タイムという結果に。非常に苦手なジムカーナー行ってみたいと思います。これはサーキットで取り返します。2番手タイムをマークしたのはなんとジムカーナが苦手なドリドリ。サイドの利きはいまいちだったが、ポイントは無駄なパワーオンを避けタイヤを滑らせすぎないこと。タイムは34秒629。これでサイドが効いていたらかなりのタイムアップができていたかも。うわ、早っ。34秒。流さないように、無理にパワーをかけないように高速に行っただけ。一番時計を叩き出したのはやはり全日本ジムカーナの山梨選手。タイムはぶっちぎりの32秒482。このマシンは YSS レーシングで製作、中身は本物の L2 仕様そのものだ。エンジンはなんと1万1000回転も回るんだって。ジムカーナ参戦のためパワステは初期型スイフトの電動パワステを加工して装着。確かに乗りやすそうで自由自在。こんな86もありだね。結果はやはりヤフオク号で3位に入ったオリダーのドライビングが光った。コストパフォーマンスでは間違いなく1位だしね。上出来でしょ、ね、一番苦手なジムカーナーで2位は上出来。まあ86はいろんな遊び方がある。勝負2はコース2000でタイムアタック。しかしここでジムカーナマシンにトラブルが発生。突然燃料ポンプがボルテージダウンしてしまったとのこと。残念ながらここでリタイアに。タイムアタックはエフェクトイニシャル D 仕様の森田選手から。エンジンは92後期の4スロ仕様。カムは2パッパ2パッパで150馬力を発生。車重は876キロだ。タイムは1分9秒292。小泉商会の 7AGFCR 仕様はアキラがアタック。エンジンは5バルブ。カムは272264で160馬力を発生。車重は930キロ。町乗り仕様だ。でタイムは1分8秒480。テックアウトは鎌田選手がドライブ。これギアが入んないね。エンジンはドノーマルの5バルブモーテック制御で180馬力を発生。ノーマルだから壊れにくい仕様とのこと。タイムは1分8秒308。テックアウトの D 番号は日比野選手がドライブ。エンジンは92後期の4スロモーテック仕様。なんと240馬力を発生。車重も860キロと軽いためかなりの戦闘力がある。最高速は163キロ。タイムは1分7秒620。すごくね、後ろがね、横に逃げたがる車なんでね、運転手はね、すごくね、頑張らないと早く走れないです。やっぱりドリフトのが簡単ですね。そしてドリキン号がアタックへ。ドリキン号は5バルブの 7AG モーテック制御で215馬力を発生。カムは街乗りを考え
264264と大人指名、車重も954キロと一番重い。最高速は残念な149キロ、タイヤはタイムアタックのみ G2S を装着。タイムは1分7秒430。ちょっと車が柔らかいのとタイヤがもう2周目で垂れちゃったね。パンチはね、コータローのところの方のエンジンの方がある。さあ、先ほどジムカーラ上ではちょっと車の性格と合ってませんでしたが、ここならどうでしょうか。行ってみたいと思います。インパルス号でノブがアタックへ。ミッションは 86BRZ 用の6速ミッションを装着、エンジンは180馬力使用。カーボンパーツはボンネット、ルーフ、リアゲートに、バックパネルとカーボンだらけ。車重は880キロでエアコンもあるという夢の86って感じの仕様だ。最高速は149キロ。タイムは1分7秒388。スペック的にはもうちょいタイムが出ても良さそうだが、まあクロスレーシオの恩恵と車の車重が軽いところで、まあ走ってるフィーリングはかなりいいですね。あとはね、タイヤがちょっとこのチョイスしてるタイヤがいまいちグリップがないんで、これを、みんなと同じタイヤ履いてたらだいぶタイム上がりそうだな。いいですね、グループ A 仕様いきます。オリダーがグループ A プラス仕様でアタックへ。グループ A プラスとは基本はグループ A 規定に準じているが、インテークとエキゾーストを自由にでき、カムの指定もある仕様。タイヤは195の S タイヤ、車重は830キロ以上だ。最高速は164キロ。タイヤが195のためオーバーステアを克服するテクニックも必要とされる。タイムは1分5秒069。そしてベストタイムをマークしたのがこのマシン。なんと小泉商会のドリフト仕様、エンジンは92後期の FCR キャブ、排気量は抑えめの 4.5AG、 カムは304304で200馬力を発生、車重が850キロと軽いことも速さの要因だ。ドライバーの幸太郎自らがエンジンを組んでいるところもすごいが、マッスル参戦仕様のためフロントのキャンバーは6度としっかりドリフト仕様のままアタックしている。最高速は167キロ。タイムは4秒マーク。タイムアタックも加えたポイントでは16ポイントでオリダーがトップ、2番手には14ポイントでドリドリがつける。勝負3はファイブラップスバトル、逆ポールグリッドだ。ポールは森田選手。逆ポールレースとか初めてで緊張してドキドキして。2番手はアキラ。久々で、AE の、バトルなんかするんですけども、なんかちょっとワクワクしますね。初心に戻るというか、最初の、レース始めた頃の、気持ちに帰ってちょっと頑張っていきたいと思います。3番手鎌田選手。 OK、 クラッチ直したんでガッツリいたしてもらいます。4番手日比野選手。ラジオだけど頑張ります。5番手ドリドリ。さあ2017年、今時の A86 のチューニングカー、このバトルを行ってみたいと思います。
6番手ノブ、この車乗りはですね、まずカーボンパーツで の、 軽量化と、そしてこれ見てください、今時の86のミッションです。6速ミッション、この軽さとこの6速、さらにクロスミッション、これでですね、どこまで頑張れるのか行ってみたいと思います。7番手オリダー、はい、グループ A 仕様担当のオリドです。僕はね、昔このグループ A の86にとても憧れを持っていて、この86に乗れることにね、すごく幸せを感じてます。楽しみたいと思います。最後尾高太郎、さて86ですくすくと育った男たち特集、ついに決勝です。贅沢にも最後尾スタートで86で育った男たちの走りを後ろから見ながら1台でも抜いていきたいと思います。 86で育った男たち選手権5ラップスバトルスタート。ワオ、トップ争いはイニシャル D 仕様の2台、これに日比野が迫る。でリプレイはその日比野から。240馬力でラジアル、アクセルコントロールが必要だ。ノブはハンクラ作戦、スタートダッシュを決めたのはオリダーだ。オリダーはインへ、ドリドリはアウトからまくる作戦、しかしまくれず、アキラがトップに。危ないよこのレース。そしてアキラのマシンに異変が、窒息。これに詰まる日比野。2ヘアピン、立ち上がり加速勝負だ。加速はさすが、日比野が早くもトップへ浮上。そして見せる、これにオリダーとドリドリが詰まる。よっしゃ、これはいいよ。うわあ、危ないけど面白い。なんとつくまで4ワイドか、混戦状態のまま2周目に突入。危ねえよ。4番手争いが熾烈、鎌田 VS 高太郎。危ねえ、だから危ねえって。リプレイチェック、後ろからもチェック。これはレーシングアクシデントかな。現在最後尾のノブがエフェクト、イニシャル D 仕様をロックオン。ニヘアで仕掛けるか、ブレーキングで詰める、そんでもって X 攻撃。いや、さすがです。アキラはここでリタイア。最終コーナー、再び日比野が見せる。オリダーもこれに乗っかっちゃう。ドリドリにとってはチャンス。残り3周、
ここで最後尾スタートの幸太郎が日比野に接近。日比野に並ぶ。そしてパス。幸太郎3番手に浮上。2番手はドリドリ。しかしその後ろには幸太郎が急接近している。あ、ドリドリピンチ。かっこいい。見せてくれます。ドリドリもグリップギリギリの走り。ノブは最終コーナーでクラッチ蹴り。さすが86で育った男たち。みんなうまいぜ。バトルは残り2周だぜ。トップ争いはこの2台に絞られたか。ランキング争いでも勝った方がトップになれる展開だ。加速ではどうか。ちょっと幸太郎のマシンが速い。しかし横に並ぶまではいかず。その後方、ドリドリから6番手のノブまでほぼ同じ感覚のまま走行。各車全開でアタックを続ける。そしてバトルはファイナルラップへ突入。トップ2台はほぼ互角のスペック。パワーウェイトレーシオではわずかに幸太郎のマシンが上回るが、問題は6度のキャンバー。コーナー進入は厳しい。残り3分の1周。さあどうか。2台ともシフトミスが致命的な展開となる状況だ。最後の加速勝負。幸太郎並べるか並べるか。あ、並んだ。並んだまま最終コーナーへアウトで踏ん張る。しかし徐々にオリダーが、さすがオリダー。そしてその後方ではドリドリがノーブレーキで最終コーナーへ。3位にはドリドリが入った。ノブはオーバーヒートでペースダウン。バトルの結果はご覧の通り。さあ総合ランキングは、なんと総合ランキング1位、オリドさんです。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これ車じゃないですか。ドライバーね。嬉しい。こういうのでも優勝すると嬉しいもんだね。2番手が小泉孝太郎さんですね。そして3番手が津田さん。という、結果に終わりました。グループ A のは自分からやってないんでちょっとわからないんですけど、まあこれで見るとやっぱり小泉号、ポテンシャル高いですね。赤いやつが、はい、めっちゃ高いですね。まあやはりトータル的に今日は一番良かったかな。いや、パワーがあるの。パワーあるしカーブも速いってことですよね。カーブ速い、うん、N2 決戦だけじゃなくあの野郎ここでもなんかなんか一番取ってますよ。なんかいや、孝太郎のエンジンも速いよ。やっぱね、なかなかいいとこ決めてきますね、多分ホットバージョンに対する、執着心は半端ないでしょうね。すげえ見てますからね。すげえ気合が。いや、壊れなくて早いっていうのが一番いいんだよ。そうですね。はい。だから俺一番いいなと思ったのはあの180万。あれめっちゃいいね。
ちょっと今日の僕らの大会ではあの白い180万円号が一番良かったですね。妹のは出来がいいで、そうだね。でもあれ妹のはなんかできてるのを下取ったって言ってたよ ね。だけど豆号がまだ上がり白があるってことですね。全然あるよ、本当コーナーは悪くない。ってことはそしたらまたあの分散持ってって、うん、あの豆号走らせちゃうんだこれ。それはそうですよ。俺何が悪かったか分かったもん今回で。エンジンだ。エンジン。なんで俺に乗ってこんな遅いのかみたいな。確かに。何が確かに。ということで、はい、ね、第2回やりたいと思います。世界中からこちらまでどうも。86で育った男8選手権第2弾。世界中から。こちらへどうぞ。ワールド大会。